はい、こんにちは、文科です。今回ですけども、喉を脱力させる方法を紹介していきます。どうしてもね、高温で喉が詰まってしまうとか、喉に力が入ってしまうとか、顎に力が入ってしまうという方は、ぜひお試しください。これをやることによって、高温が脱力できたりとか、低音域でもっとリラックスできたりとか、いろいろこう、徐々に筋肉が変わっていく、徐々に体幹が変わっていくと思いますので、お試しください。 で、ちなみになんですけども、喉を脱力させる方法なんですけども、今すぐにっていうよりは、継続的に行うことによって少しずつリラックスできるようになりますので、その辺もちょっとこう注意しながら、ぜひ継続的になってみていただければと思います。<music> じゃあ実際に何をするのかってことなんですけども、実演してしまうと、はぁー。はぁー。 ひたすらこれをねまあ、15分とか20分とかまあ、1時間ぐらいやってもいいかなと思いますけどもひたすら鳴らすって感じですはあでポイントがまあ何個かあってまず息の量は優しくゆっくりはあはあ強く吐かないそして口の奥は開けてあげるあくびするような感じあああくびするような感じの喉の感じにしてあげてはあ って感じ。で、もう一つあるんですけども、音の高さは、まあ、なるべく低め、もしくは自分が、まあ、力入んないな、ぐらいの音域でやってあげるといいかなと思います。はあはー、ちょっと高いかなと思います。はあはー、ちょっと低すぎるかなと思います。はあは僕はこのぐらいが一番なんかリラックスしてるような音に聞こえるかなと思います。はあは まあ、このぐらいになってくるとちょっと出しにくいかなとか、なってくるので、一番出しやすいところでいいかなと思います。ただ、なんかもう喉めっちゃ締まるなって方は、なるべく低め、低め、低めがいいかなと思います。はあ、はあ、はあ、常にこう、うーってここが閉まるような感覚になっている方は、なるべく喉を下げてあげて、はあ、はあ、はあ、下げてあげる。で、ここ開く、めっちゃ。はあ、もうここも開くような感じかな。 あー、あみたいな感じで意識してあげるとやりやすいかなと思います。じゃあなんでこの練習した方がいいかっていうことなんですけども、喉が閉まってしまう方っていうのは、あ、まあま、閉まり、締まってるんですよね、最初からで。閉まりすぎてるから、ああって裏返っちゃうんですよ。ああって。だって閉まってるから、そのまま上行ったら、より閉まるじゃないですか。 だから、ひっくり返る。もしくは、あもっと締めることになっちゃう。だから細くなったりとか、詰まったような音に聞こえるかなと思います。でも、この練習してあげると、リラックスができてくるから、はあ締めてっても、はあ同じような発声してて、同じように締めてってるんですけども、その、緩み方が大きいから、 閉めてっても大丈夫なんですよ。でも、見てる方の喉が閉まってる状態だと、最初から閉まってるから、もっと閉鎖してった、もっと力を入れてったら、より力が入ってしまうので、裏返ったりとか、より細い声になってしまうってイメージでございます。なので、この、あーっていう風に、筋肉を緩めてあげる。行為をしてあげると、喉が閉まりにくくなるような感じになっていくって感じです。なので、高音、高い音、中音域が喉閉まっちゃうからといって、 高い音とか中音域でこうなんかリラックスさせようとしてもうまくいかないんですよ。なんかただヘロヘロしちゃうなとか、なんかただこう力抜けた声になるなって方が多いと思うんですよね。それはだから根本的にそもそもの喉の筋肉の脱力ができてないから。なのでその脱力を意識じゃなくて脱力をさせるストレッチをずっとかけてあげる。ああ、あくび喉で。っていう風な考え方、そしてそのストレッチ、喉のアプローチをしてあげた方が 結果的に喉は脱力できていくので、あの、できればこれを継続的にやっていただいて、えー、高音を楽に出せるようにしてみてください。で、もう一つ、なぜこの練習をやった方がいいかっていう理由があるんで、ちょっと聞いてほしいんですけども、あの、脱力してる状態で声帯が鳴る喉に変えてほしいんですよ。はー、力入ってないんだけど、喉が鳴るんですよ。 でも、見てる方とか、ミックスボイスを学ぶ方っていうのは、やっぱり声体閉鎖っていう言葉が付きまとうじゃないですか。もちろん僕も紹介しますし、大事だと思うんですけども、自分から声体閉鎖しに行ってるんですよ。自分から喉を鳴らしに行ってるんですよ。あー、エッジボイスしたりとか、は、息止めたりとか、あああ鳴らしたりとか、スタッカーとかけたりとか、は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 、とか。こうすると、もちろん正解なんですけども、自分から声体閉鎖しないといけないから、あー、花束の代わりに、 っていう風になるんですよね。でも、合ってるんですよ。これ、あずれ合ってるんですけども、はぁ、力抜いて、はぁ、花束の代わりに、これだと力抜いて喉が鳴る状態だから、さっきの声よりも、ちょっとこう柔らかくなったかなと思います。柔らかくできるかなと思います。これ、どっちが正解とかないんですけども。なので、まず脱力して喉が鳴る状態を作ってあげることによって、力を入れることもできるし、力を抜いて歌うこともできるみたいな。 感じの選択肢も増えますので、できれば脱力して音が鳴る喉にしてあげてください。そうすると、生体閉鎖の力を鍛えてるかもしれないけど、脱力して喉が鳴る状態になってれば、そこまで生体閉鎖の力を入れる必要ないんですよ。 今見てる方の中では生体閉鎖を50の力を入れてミックスボイスを使ってるかもしれないけど脱力して喉が鳴る状態を作れれば生体閉鎖の力は15とか20で良かったりするんですよそうするとやっぱりより締まってない音になったりとか柔らかい声質が作れたりとか高音がどんどん楽になっていくかなっていう感じになりますのでぜひやってほしいって感じですはいってことで今回は以上になりますあのなんか寝起きだからなのかじゃ言い訳ですけどなんかテンションがすごい低く すごい真面目に解説してたみたいな感じでしたね、今ね。うん。<laughs> あの、とにかくやってみてください。なんか喉を開けようとか、なんか脱力しなきゃじゃなくて、そもそもその脱力できてる喉を作って、継続的に練習して、脱力をさせる体にしてって感じです。そうすると、力入れても、あの、声が強く出て、響きのある声になっていくので、喉が閉まってるから、あー、なる。 ははは全然響きが違うじゃないですか。同じ発声なんですけども、その、この筋肉をちょっとこう、力ませた状態から始めるのと、脱力してる状態から始めるのだと、やっぱ違うので、根本的にこう、変えてあげるといいかなと思いますので、ひたすら継続的にやってあげると、全然、もう本当に変わると思いますので、ぜひやってみてください。今回は以上になります。ぜひね、あの、参考になったらグッドボタンを押していただいて、もし、ね、あの、 レッスンとか興味あれば概要欄からえと問い合わせいただければえレッスンできますのでえご相談ください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。